やえ,てめえ、やえ、いつまで寝てんださっさと起きねえか <laughs> 柱の前だぞなんだ鬼を連れた鬼殺隊員2から派手なやつを期待したんだが地味な野郎だなおいうむ、これからこの少年の裁判を行うとなるほど 鬼になった妹をずっとかばっていたなんて素敵な兄弟愛いけだわな、なんだこの人たちまだ口を挟むなバカ野郎誰の前にいると思ってんだ柱の前だぞ柱柱ってなんだ何のことだこの人たちは誰なんだ ここはどこだここは鬼察隊の本部ですあなたは今から裁判を受けるのですよかまど炭治郎君裁判を始める前に君が犯した罪の説明をし裁判の必要などないだろう 鬼をかばうなど、明らかな対立違反我らのみで対処可能鬼もろとも斬首するならば俺が派手に首を切ってやろう誰よりも派手な血しぶきを見せてやるぜもう派手派手だええー…こんな可愛い子を殺してしまうなんて…胸が痛むわ…苦しいわ… ああ、なんというみすぼらしい子供だかわいそうに生まれてきたこと自体がかわいそうだなんだっけあの雲の形なんて言うんだっけネズコ、ネズコお前柱が話をしているのにどこを見ているこのお方たちは 鬼殺隊の中でも最も位の高い9名の剣士だぞ走らおいネズコネズコどこだネズコゼンイツイノスケムラさんそんなことより富岡はどうするのかね 拘束もしてないさまに俺は頭痛がしてくるんだが胡蝶明の話によると対立違反は富岡も同じだろうどう処分するどう責任を取らせるどんな目に遭わせてやろうかイグロさん相変わらずネチネチしてヘビみたい じゃないですかおとなしくついてきてくれましたし処罰は後で考えましょうそれよりも私は坊やの方から話を聞きたいですよ俺のせいで富岡さんまでかまど炭治郎くんなぜ鬼殺隊員でありながら鬼を連れているのですかゆっくりで大丈夫ですから話してください 俺の俺の妹 <laughs> 水を飲んだ方がいいですね顎を痛めていますからゆっくり飲んでください鎮痛薬が入っているため楽になります怪我が治ったわけではないので無理はいけませんよではかまど炭治郎君鬼は俺の妹なんです 俺が家を留守にしている時に襲われ帰ったらみんな死んでいて妹は鬼になったけど人を食ったことはないんです今までもこれからも人を傷つけることは絶対にしませんくだらない猛言を吐き散らすなそもそも身内ならかばって当たり前言うこと全て信用できない俺は信用しない聞いてください 俺は禰豆子を治すために剣士になったんです禰豆子が鬼になったのは2年以上前のことでその間禰豆子は人を食ったりしてない話が地味にぐるぐる回ってるぞアホが人を食ってないことこれからも食わないこと口先だけでなくド派手に証明してみせろあのー、でも疑問があるんですけど親方様が このことを把握してないとは思えないです勝手に処分しちゃっていいんでしょうかいらっしゃるまでとりあえず待った方が妹妹は俺と一緒に戦います鬼殺隊として人を守るために戦えるんですだからおいおいなんだか面白いことになってるな 鬼を連れたバカ隊員ってなそいつかいあっ一体全体どういうつもりだ死なずワさんまた傷が増えて素敵だわ鬼が何だって坊主鬼殺隊として人を守るために戦える そんなことはなありえねえんだよバカが俺の妹を傷つける奴は柱だろうが何だろうが許さない <laughs> そうかいよかったなやめろもうすぐ親方様がいらっしゃるぞ親方様の おなりですよく来たね私のかわいい子供たち<っ>おはようみんな今日はとてもいい天気だね空は青いのかな顔ぶれが変わらずに半年に一度の中号会議を迎えられたことうれしく思うよ 傷いや病気かこの人が親方様皆の報告にあるように鬼の被害はこれまで以上に増えている人々の暮らしがかつてなく脅かされつつあるということだね。 鬼殺隊員も増やさなければならないが皆の意見を今回のナタグモ山ではっきりした大使の質が信じられないほど落ちているほとんど使えないまず育ての目が節穴だ使えるやつか使えないやつかくらいは分かりそうなもんだろうに人が増えれば増えるほど制御統一は難しくなっていくものです 今はずいぶん時代も様変わりしていますし愛する者を惨殺され入隊した者代々鬼狩りをしている優れた血統の者以外にそれらの者たちと並ぶもしくはそれ以上の覚悟と気迫で結果を出すことを求めるのは残酷だそれにしてもあの少年は入隊後間もなく十二気づきと遭遇しているとは 引く力が強いように感じるなかなか相まみえる機会のない我らからしても羨ましいことだそうだねしかし加減の碁が大きく動いたということはグモ山近辺に無残はいないのだろうね浅草もそうだが隠したいものがあると無残は騒ぎを起こして 巧妙に私たちの目をそらすからなんとももどかしいねしかし鬼どもは今もの々うのうと人を喰らい力をつけ生き長らえている死んでいった者たちのためにも我々がやることは一つ今ここにいる柱は戦国の時代 始まりの呼吸の剣士以来の精鋭たちが揃ったと私は思っている。渦井天元、煉獄京十郎、古町忍、菅路寺光、時藤無一郎、姫島行明、品津川さねみ、井黒尾花い、富岡義勇、私の子供たち、皆の活躍を期待している。 Thank you